明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋館、この一戦もお送りいたします。スワローズの先発は右のブキャナン、対するカープの先発は右の岡田、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右のブキャナン登板です。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは田中。第2球投げました、2球目ストライク、追い込んでから投げました、147キロ直球、空振り三振。ワンアウトランナー1塁という場面で丸、次が5球目、投げました、見送ってボール。第6球を投げました、打った、ライナーだ、ボールは中継、丸ナイスバッティングです。スワローズ先制のピンチを迎えます。ストライク。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第5球投げた、打ちました、いい当たり、これはヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、カープ早くも先制、鈴木タイムリーツーベース。スワローズなおもピンチが続きます。スワローズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で西田、打った、強い当たり、打球はそのまま入った、入った、ホームラン、満塁ホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。素晴らしい一発にチームメイトの祝福。先ほどのプレーです。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で西田、今日打った、流し打ち、これは右へ切れていきます。第2球投げた、流し打ち、どうだ、アウト。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げました、危ない球、投げました、流し打ち、ファースト強襲、スワローズさらに1点追加、西田タイムリー、スワローズなおもチャンスが続いています。さあ、リプレックス。スワローズリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で西田、初球から振ってきました、ピッチャーが左へ転がした、アウト。さあ、得点圏、スワローズリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で西田、今日5打点を挙げています。投げました、空振り。第3球はボール。第4球を投げました、打ったい当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。西田、いいバッティング。スワローズリードで迎える8回です。今日3安打猛打賞の西田、投げました、ボール。まずは内角高め、投げた、スライダー、ボール。第3球を投げた、絶対痛烈な当たり、ワンバウンドヒット、バッターランナー1塁、原発蹴って2塁へ、西田ツーベースヒット。カープ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは新井、スタンドからは大きな声援が上がっています。投げた、外れました、フォアボールです。この回2人目のフォアボールです。投げた、打ちました、右中間へのフライですがヒット、ボールが点々と転がっている、新井三塁です、ストーク、野間ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。投げた、スライダーを振ってストライク。さあ、次が最後の投球になる、外角低めいっぱい、見逃し三振、スワローズ見事勝利です。さて、本日のヒーローは西田、今日5打点を挙げる活躍を見せました。本当に